今日バンカーやってたから、取っちゃおうかな。何のバンカー？あのバンカー。やります。もう取ってんですよ。取ってない、取ってない。顔が取ってる。全然取ってない。顔が取ってる。ほら、皆さん見てください。この打ち込みましたっていう状況ね。打ち込んでないですよ。打ち込みましたっていう。何をやります？え？いや違う、バンカー。何球ぐらいあります？え？いっぱいやるんだったらちょっとサブのバンカーも。いや、いっぱいやらなくていいよ。バンカーの出し方だ。バンカーの出し方？うん、バンカーの出し方。寄せ方。入れ方。サブ持ってみましょうか。いや、いいっつんだよ。そんなにバンバン打たねえだろうよ。ミスターさんと貸してくださいでした。 いいよ。あ、いい、うん、だってなんだ、だってならいいや。だって結局俺だってマリナから買うんだもん。何言っちゃってんですか。じゃあそしたらあのさっきの練習したとこでいいですか。どこでやってたの。あそこ、あそこ。あ、いいよ。入れ方だったらあのボールのとこを打つでしょ。真横で、まあ、これあんま近く寄せられないんだ。カメラアップしかなんないから。だから、まあ、状況的には、はい、どうしよう。それ誰でいいでしょ。うん、でもグリーンキャリーさせたらダメだろ。じゃあエッジキャリーさせます。だから感じ的にはこの逆になっちゃいますね。いや、いい、逆光でもいい。入れ方ね。ここは、おー、ちょっと待って。ここはですけど、入れ方、うん、まずボールに当てちゃいけないですから、うん。うまいね。出せばいいんですよ。グリーンにキャリーさせないで出せばいいんだ。これ上げて、うまいね。上げて、今のミス、あ、今ミスになってるの、アップで。え、ミス、今。今のミスなんですけど、その原因説明しなくていいですか。深く入っただけでしょ。いや、だ、緩んでんの。深く入って緩んだの。だ、ヘッドスピードが落ちてる。こんな感じ。あの、JGF はあの初心者にも分かるようにだから。そんな感じ。結構、そしたら、うん、コック使います。コック、うん、でも手をこう、これね、ちょっと待って、レッスンみたいになっちゃってるんじゃないですか。いや、いいんだよ。俺別にレッスンプロじゃないし。いいよ、お前の出し方。出し方っていうか、もうあの寄せるとかじゃなくて、一発で出す出し方でいいから。出す出し方、この状態だったらもうだから5ヤードキャリーすればバンカーは出るじゃん、はい、その状況。もうお前はもう寄せるほど頭入っちゃうけど、じゃなくてもうこの状態から一発で、あの、出す方法。で、一発で出す方法、うん、何種類もありますよ。何種類か、じゃあ教えてくれよ。じゃ、ちょっとヘッドスピードを出すんだったら、うん、ちょっと深めにこうって入れる。ヘッドスピードでガンってやりたいんだったら、これこういうサンドなんだ。俺のバンカー、それ結構バンカー難しいよ。深く強く入れたら難しい、俺のはね。これで出ないってことは、これトリッキーだ。バンスがね、あの、思ったよりないのよ。ない。今のは普通だったらポッコンする打ち方、出ると思うよ。だから俺はヘッドスピードを上げる打ち方を極力しないの、このバンカー。じゃ、だから宮下さんのアプロスバンドさんのさ、そう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 、こういう、そういう風になっちゃう。こういう打ち方なんだ。うん、だ、力任せにやっても出ないのよ。そしたら僕のサンド一発やりましょうか。今の、あの、俺のサンドが悪いみてえじゃん。悪いもん。悪くねえよ。どこだよ、本当に人の賛同さ。だから結構、だからサクッと入れたくない人は、うん、こう思い切って、もう思い切って深めに振っちゃうってことね。でも思い切っていくときはもう絶対にダフらせるっていう意識は必要だよね。いや、レースンじゃねえよ。2つ目はフォローしっかりと。
フォローまで行っちゃうってことね。これすればね、大抵出る。あだ俺みたいにこう、プツンってヘッドを引いちゃうような。いや、あ、宮下さんのこういうやつでしょ。こういうやつ。そうそうそう。これはだから、効かないんだって、バースが。だ俺すんげえ難しいサンドでうまくこなしてんだ。いやいや、宮下さんのだからサンドはこうやるようなんですよ。あ、柔らかくね。そうそうそう。USPGA の選手っぽくね。全然違いますね。まあいいや、フォローまでいっちゃう打ち方ね。もう一個はね、あとは返す。ああ、ローテーションさせるってやつね。うん、うん、こうやるとちょっとスピンかかりづらいけど、うん、前には行く。こうこう。ああ、これが一番おすすめか。だからバンカーってバンス使うってこう使う人が多いけど、多いね、うん、これってなんていうの、抜けやすいんですよね、うん、これをこうやった方が、うん、バンス使えるもんね、うん、だからそれが一番優しいかな、ローテーションさせるってやつ。意外にこうフェースを返しちゃう、うん、それが一番毛がないかな。ちょっとダフっても前行くもんね。そうだって、スピンかかって、あのロングバンカーとかでスピンかかってずっと届かないじゃないですか、うん。ロングバンカーどちらかというとパンってこう前出し、うん、まあそれだね。まああのちょっとお前レベル高すぎるからダメなんで本当はね。じゃあ俺も結構高いけど。いや、そのサンド使っててレベルは高くないですよね。だ俺の場合はその小暮がさっき言ったようにドンって入れちゃうと本当に深く入って出ないの、うん、だからできるだけヘッドスピードを落として。ほら今のなんかこのくらいダフってんだよ。ダフってるでしょ。バンカー出るようになりましたね。やかましい。でも今のミスでもちゃんと、うん、確かにグリーンは捉えられるから、うん、だからもう少し本当だったら、じゃあちょっとジャンボさんのイメージだとこの辺に置いちゃうんだけど、この辺に。いいですよ。この辺に置いてこうやってこうなんつうの。ね、分かる。いや全然違うから。いいんだ、イメージゴルファーなの。まあイメージね。でもさっきやっぱ小暮が言ったように、うん、こうちょっと大きくこうやって振ってあげた方のがやっぱり絶対出ることは出るの、ね、そう、あのやっぱ緩みが原因で出ないのが多いかなと確率は。バンカー練習できる人がいたら本当はこの目玉で練習するのが一番いいんだよ。はあ、それこそレベル高いじゃないですか。じゃあいい音しだすじゃん。これ絶対に緩んだらダメでしょ。まあそうですね。こういう練習は絶対、もしバンカーがあるんであればね、うん、やってもらえば一発では出るよね。俺もそんなにバンカーの距離感ないじゃん。いや知ってますよ。いやだってもともと出てないんだから。でも1日200球打ってたんだから。でも俺がね90ぐらい打ってる時のバンカーの打ち方は、うん、あのねこうなんだ、この打ち方なの。それはちょっともう一発で出すだけ、もう上からこうやって落とすだけ、うんうん、こうやってやっといて上からこうやってだからそのでもそのくらいの意識でやってたよ昔は。今でこそちょっとこうなんかこういろいろこうローテーションさせたりとか、うん、さっき言ってたけど、うん、いやミスしてもらわないと困るんですよこっちも。だってみんなさ100発100中なわけないじゃないですか本当はね、うん、で僕ねあの無理やりサンド使う必要ないって思いますよバンカー。ちょっとじゃあお前のサンド使わせてくれ。やだなぁ、一発だけですよ。顔が全然違う。一発だけですよ。うわ、マジで？本当に。あ、だから優しい。優しいっていうか、なんでそれが普通だったの？やめてやめて。優しい。これ優しいね、本当に。当たり前じゃんよ、それがゴルフじゃん。あ、だからやっぱ優しいサンドを使うべきだってことだね。で、ちなみに54のが出る。50味54で、あのね、みんなね、サンドバンカー入れたら3じゃなくて PS でもいいんですよ。50、これはね、優しい。54開いたの？全然開いて、普通に。あ、本当だ。前に行くんですよ、ちょっとミスっても。だからピッチングでさ、遊びでさ、開いてさ、うん、バンカーやると優しいじゃん。そうそうそう、その感覚と一緒ってことでしょ。そう。それでも一応54ですから、PS じゃないんですけどね。50度とかでもできますよ、全然。開ける人は全然こっちの方がいいよね、うん、あ、俺これでやろうかな。だから言ってんじゃん。これもらうわ。ダメだっつうの。あ、触った。錆びる。ほんとだ。でしょ。全然3度くらいスピン効くわ。
いやスピン効くんじゃなくて前に出るためのファンデーションでしょこれは。そうそう、いや出るよ簡単に。ほらだから言ってんじゃん、やっぱカニになるじゃん。いやいやそんな開かなくていいんだから、そういうさいや出るためのレッスンでしょこれは。もう自分が気持ちよくなっちゃってこれ気持ちいいね。だからみんな無理に3度使う、なんで3度使うのか分かんない。そういうことだね。ちょっと変な癖つけないでこれでだからねロングパンカー見せましょうか。あの奥ね、うん、まあだから3度の形状にもよるね打ち方ね。あそうそうそう、僕の3打ボケはバンサ多めのやつで、これでも4、50いくもんね。やっぱ3度でやるとやったらあの 4、50 はだってもうマンエクスプロージョンでプロじゃないといかないよね。しかもそれバックスピンしちゃうときあるからそれ嫌なんで、だからああいう上りのとこあるじゃないですか、うん、あの上りのとこだったらこれで転がると思って、こう入るよこう。あれをだってバックあの3度だったらなんていうの突っ込まなきゃいけないから。そうだよね、うん、かあやっぱ俺よりうめえわ優しいぞ。こうコロコロコロとムカつくわまあでもそうか、でも最初に小暮が言ったように、はい、その思い切って深く入れるか、うん、それともこうヘッドスピードあんまり変えずにフォローまで打つか、 その2つだね打ち方ね。そうだからあの、ね、大体ね闇雲になっちゃうのよく見るんで、うん、だったらこう意外にこうシャッタった方が出やすいよ、うん、まあどうしてもあのちゃっくりとかのイメージあるから緩むあれなんだよね、緩むか深く入りすぎるかどっちかなんだよね。これねエクスプレスどこに飛ぶか、あこれダフったら飛ばないんだこれ。エクスプロージョンは俺のがパワーあるなじゃあどこまで飛ぶかやってくださいよ俺の単独。いや俺エクスプロージョンね結構練習したのよ。あの何固めてんの？どこ、だからどこ狙うんですか？じゃああっちのあの、あのピン。トレーニングする方。あ、トレーニングのね、あそこあの辺いっぱい球ありますから、ね。僕練習したんですから、ね。皆さん、皆さん。30ヤード。いやエクスプロンじゃないです。違う？手前ダフりすぎ。いいじゃねえか340飛ばしてんだから。これはトップです。これはさよならってやつだね。 OB だよし変な癖ついたぞそこまで無茶振りしなくても飛ぶんだ。うわえ何わかった、これあのニューじゃないですか、うん、これで大丈夫。そんなもんだわ。3度でしょそれ。いや54。あ54、うん、まあでもそのちょっとだから PS ぐらいでバンカーショットするのもありだよっていうことを一つ言っとこうね。もう一個ね、はい、その方がちゃんとバンス使いやすいってことだよね。前に飛ぶんで。いやいいんだよそういう技はいらないんだよムカつくわなっくり俺もちょっと一回真似できる。頭きた本当に俺だってできんだって見せちゃう。クリーンショットでね。ねえ、球の音してないですよ。え、いや今うまかったよ。今うまかったよ。こんなの真似したらダメでしょ。お、はあ。これやっとくとアプローチもうまくなるからね。うん、これはおすすめです。まあいやバンカーはこれがあのワンツースリー三つね、三つのうち。どれか一番出やすいやつ探してくれと、はい、PS 使うのありだよってことだよね。でもバンカーはあのやっぱバンカー練習場ではちょっと遊び感覚でいっぱいやった方のがいいよねってことね、はい、OK 分かった。だからグリーンキャリーさせちゃいけない。
もう悪い例だね、悪い例。緩みサンド。グリーンに落としちゃいけないから。遊びは上手いんだよね。そうだからね、実践はね。だから実践もこれぐらいできるぐらい遊び心を持ってやらなきゃ。だからさっき言ったのもう一回言ってくださいよ。え？何？さっき言ったあの上手い人はっていう。上手い人のレッスンはさ、はやっぱもうトップしちゃいけない、ダフっちゃいけないって構えてるアマチュアの気持ちは分かんないで、技術だけ教えるから。うん、意味ないでしょ。だってあのダフらない打ち方じゃないんだ。いやいや、そうですよね。うん、こっちの方がお得意でしょ。跳ねるやつ。うん、ああ。マンシャンク。ちょっと頑張って。マンシャンク。あ、やべ。イメージ悪い。あれも寄せといてくださいよ。え、どれ？この10球ぐらい。あ、俺アプローチもう海岸してるから。宮下さん映ってないですけど、カッパ映してますからね。もう寄せてくださいよ、しっかり。お、マンチャックリ見えてこないですよ。チャックリの後のオーバー。お、やるくなってきた。やるくなってきたよ。お、2発連続。あと残り何発ですか？3発。あそこで全部4発。うーわ、今の危ねえ。危ねえ、今の。え？お、突っ込んだ、突っ込んだ、突っ込んだ。うまいでしょ。褒めてくれよ。ほー、ラスト。ラストはね、宮下さん、ちょっと宮下さん映しますよ。お願いしますよ。これが入ればね。まんまでしょ。まんま。一番嫌なやつね。え？ライが悪くて。俺ポジションに動いて、これだけできれば十分よ。まあ当たるようになりましたからね。お前そんなこと言っててさ、これから先もしお前ゴルフ行ったらもっとひどいんだよこれ。いや知ってますよ、パターですよ。全然10ヤードぐらいパターです。まあいいや、こんな感じで。はい、お疲れ様でした。